iPhone のサファリからクリックポストの PDF を直接プリントするということを今まで問題なくできてたんですけど、おそらく iOS17 以降のトラブルでサファリアプリから PDF を直接プリントすると文字化けしてしまうっていう症状が起きてしまってます。クリックポストの PDF に限らず、おそらく文字データのある PDF はサファリから直接プリントすると現状 iOS17 以降は文字化けしてしまうみたいです。こういった感じで宛名ラベルの文字情報が完全に文字化けしてしまってます。とりあえずの対処方法としてスクリーンショットしたものを宛名ラベルを印刷して使ったりしてました。念のためデスクトップからもクリックポストの宛名ラベルを印刷してみます。使用しているプリンターはキャノンの TR9530 の複合プリンターを使ってます。デスクトップからの印刷だと文字化けもなく問題なく綺麗に印刷ができてます。やはり iOS17 とサファリに問題があるみたいです。次にスマホの Google アプリから同じようにクリックポストの宛名ラベルを印刷してみます。結果としては Google アプリからの印刷だと問題なく印刷ができました。普段サファリを使うことが多いので Google アプリを介さずにサファリで操作した流れで使う方が煩わしさがないので、今度はクリックポストのログインはサファリで行って PDF の宛名ラベルを印刷できる状態にして、そこからキャノンプリントアプリを起動してプリンターの設定を確認してプリントをしてみます。普段は全くこのキャノンプリントアプリを使わないんですけど、何ら難しさはなく簡単に使いました。左がサファリで印刷した文字化けのあるもの、右がサファリからキャノンプリントアプリを開いてプリントしたもの、こちらはとても綺麗に文字化けもなく印刷されてます。 iPhone iOS17 とサファリを使って直接 PDF をプリントする文字化けのバグなんですけど、パソコンから印刷するか、スマホだとサファリ以外のブラウザー、例えば Google などを使って印刷するか、サファリからキャノンプリントアプリなどのプリンターのアプリを立ち上げて印刷することになります。ちなみにキャノンプリントアプリを使うと他で印刷したものよりも文字が綺麗に印刷されます。こちらの不具合の症状は日本郵便のホームページでも明記されていて、 iOS17 以外の環境でご利用くださいというふうに書かれてます。現状一番いいのはサファリからプリンターアプリを起動して印刷するのがいいかなと思います。同じように困っている方へ文字化けの回避方法を簡単に紹介させていただきました。